今、ララが言った。ニュータイプは、殺し合う道具ではないって。戦場では強力な武器になる。やむを得んことだ。貴様だって、ニュータイプだろうに。アムロ風実況、ガンダムオンライン、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回も、初心者の皆さんに、わかりやすく初期機体、簡単に手に入る機体の使い方を、簡単に使える G コンセプト。今回使用する機体はこちらですね。いつも通り、デザートジム、これはもう推し機体なので、初心者の皆さんは、絶対に作ってください。ロケットシューターが出るまで頑張ってください。はい、これを言うの忘れてましたね。特性って結構大事なんですよ、このゲーム。ロケットシューターを、レベル5まで、本当このデザートジム銃撃タイプは、簡単に手に入りますんで、ロケシューでお願いします。はい、これ本当推し機体、僕の推しガンダムです、これが。はい、あとですね、今回はこちらを使用します。ハイザックですね。まあこちらは、銃撃機体となっておりまして、コストは280。これも一応低コストの分類に入る、モビルスーツの1機ですね。武装に関しましては、チャージバズーカ、これはデザートジムと、同じですね。チャージバズーカ、そしてデザジムとちょっと違うところはここですね。6連装ロケットランチャー、これを持てるというところが少し違います。あとね、チャージバズーカで、2F2、なども、紹介しましたが、こちらは 2F2 よりも足回りがいい気がします。はい、とりあえずこのロケットランチャー F がこれ6連装なんで、もうチャージバズーカ撃ってからもう6連装これ全部当てたら、確実に殺せます。なおかつこの6連装ロケットランチャーは、持ち替え時間が発生しません。前回説明した通り、持ち替え時間っていうのは非常に、重要、このゲームに関しましては重要になってきます。そうだな、例えて言うなら、そうだな、初心者の皆さんに分かりやすく例えて言うんだったら、車を運転していて、こう、運転して、信号で、信号青だけど右に曲がりたいけど前から車が来て、で止まると、止まるとそこで、アクセルとブレーキの持ち替え時間が発生します。そこで、しかしながら、持ち替え時間が発生しない場合は、アクセル、そこで、矢印、信号に矢印がついているタイプの信号があったので、はい、なのでこれはもうものすごく、効果力ということですね。持ち替え時間発生しないんで、こっからこうは発生しないんで、けどこっちからこうはさすがに発生するんで、こっちからこうは。はい、まあなので基本的にはチャージを構えた状態、チャージバズーカを持っているユニットに関しては、ずっとまずはチャージバズーカから入りましょう。そして6連装なり、相手が空中に飛んでいる場合は3点式ザクマシンガン、
で、対応していきましょう。はい、今回はこのデッキで参戦していこうと思います。宇宙ではデジムが使えませんので 2F2 を使わせていただきます。では参戦します。 G コンセプト。はい、本日の戦場はタクマラカン遺跡ですね。このフィールドは本当このフィールドこそ低コスト、機体でまとめるべき戦場ですね。はい、もうこの、まあ、ちょっと初心者の皆さんに分かりやすく説明させていただきますと、この戦場はまず拠点にある、ポット回復できるリペアポットっていうのが存在しません。拠点ポットがありません。はい、あ、ちょっと待ってください、言うの忘れてた。召喚のやつはちょっと黙ってろよ、マジで。召喚はちょっと、俺が召喚戻るまでちょっと黙ってろよ、マジで。このフィールドっていうのはもう基本的にはもう戦略兵器をいかにうまく通すか、いかに多く拠点を突できるかといったフィールドになっております。はい、今回も指示を出してこのイカンたち、イカンもといそれ以下の者たちに指示を出していこうと思います。あわよくば今回も代理士はい、まあ戦略兵器出たらね、積極的に運ば、いやけど今回ちょっと銃撃基地しかないから、援護に徹します。今回は出撃する機体を選んでください。ちょっと次回以降戦略兵器持っていける機体、戦略兵器の運び方という、正しい運び方っていうのを作るんで、装甲強化型ジムで、やります。はい、では指揮官さんが入ったみたいなので、指揮官さんの指示に従って行動していこうと思います。とりあえず Y への凸が初動は Y 凸らしいので、下からぐるっと回って拠点凸下ルートってのを見せていこうと思います。テポンゲリハプティズム、いきます。下ルートをお見せします。最速で数字拠点はね、基本的にはもう出入りがある人以外は踏まなくても大丈夫ですね。そんなことよりもいかに早く、いかに早く、早く、ちょっと待ってくれ、相手をしている場合ではない。そしてここで行く、行きます。でシールド復活したので、ここに打ち込んでゲロビを撃つ、撃ったら、うー、届いた。まあ十分ですね。はい、ゲロビ1本分で約1万のダメージありますんで、十分に、防衛しっかり、ちょっと、あとブーストの管理しっかりしましょう。よし、 OK、 これでいい、これでいい。よし、とりあえず真ん中の拠点を踏みましょう。出ないと相手に勢いづかせてしまう。やー、よし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 、いいぞ、これでいい、落ち着いて。元召喚なめんだよ。うわー、
存じないようだ。大丈夫です。はい。あ、あ、ちょっと待って、来てる。俺がいる限り、南は倒産。いや、こいつ防衛しっかりしよう。勝つために勝つために、あの時には攻めより守りが大事な時もある。あ、来るよ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 、はい、よく止めた。上で止めたな。よしよし、それでいい。本当ジオなんかに入られてしまうともうゲージごっそり持ってかれるんで、もうジオは全力で叩き潰しましょう。上にいるな。ああ、ありがとうございます。あ、怖い。え、大丈夫だ、修理は任せろ。本当ね、デザジムはもうやられても大丈夫だ。低コストなんで別に低コストなんで、そんな。よし、とりあえず下のラインは、なんとか大丈夫ですね。次、上だな。上けど下が薄いってことは、下の一つ、今なら決めやすいかもしれませんね。積極的にネズミしていきましょう。それがあの、何これ、うわあ、もうだ。はあ、ちょっとやばい。 CT なの、ちょっとやばいぞ。え、何これ、なんでネズミ入ってんの。よし、これはね、非常に大事です。この戦場において、この戦場において、この地雷を設置するっていうのは非常に大事なことですね。あと、ポットを、ポット置いといてあげるってこともね、大事です。ポットがないんで、ここのフィールドに関しましては、ポットが本当にないんで、安全なところにポットを確保しておいてあげる。使いたまえ。安全なところ、危険なところに置いてもダメなんで、安全なところに置いといてあげるっていうことが、大事です。壊されちゃったら本当意味ないんで、あとは角とかにこう地雷を撒いておくっていうこと。ほら、うれ、え、来いよ、こっち来い、こっち来、うれ。よし、ポット置いて。あー、やばい、来てる、切られる。ポット置いて。よし、もう支援機は必要ありません。もう僕ちょっと支援せんじゃないんで、ほんと支援使ってるやつ見下してるんで。よし、ここはちょっと上押し込まれてるんで、上を着地したらお前の最後。あー、めっちゃ来てる。あー、来る。来ないで。攻撃が直線的すぎるな。それじゃあいかんからは卒業できんぞ。今のちょっと仕留めたかったな。
あしゃ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 。ブソブソ管理ブソ管理。あ、壁をうまく使ってね。じゃあそこにあのポットは壊す。ちょっとちょっとやばい。上めっちゃ来よるなマジで。サザビーは許すな。うわあもう大型ミサイル。ちょっと上上上上上上ダメダメダメ、これ通しちゃダメ。大型ミサイルマジお手軽武器、お手軽武器、お手軽武器使ってんだよマジで。ちょっと痛い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 、爆風で前が見えない。あー大型バーガー、大型が やばい、スナイパー。あ、けどここは引けない、引けない。引くわけにはいかない、俺が引いたら誰が前に出るの。ありがとうございます。ああ、その程度で花顔など、はい、来た、マジ。おい、B! B! しかたねえ。しかたねえ、俺がとりあえずネズミ入ってゲージ削るしかねえな、これは。行くぞ、ゼータガンダムついてこい。オッケー、よーし。ありがとう、助かりました。背中がからきた。出てこなければ倒さなくて済んだのに。ちょっと一回引こう、一回引こう、一回引こう、一回引こう。相手してもええけどね、相手してもええけど、相手ブブ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 ブ。え？なんか倒せた。よし、行くぞ。俺に続け。あ、そうか、俺こっちでヘイター集めときゃいいんか。うりゃこう、一回引こう。ダブルゼータはいけない。ああああマジで。ちょっと上は耐えてくれ、頑張って。ちょっと戦略兵器落としてるよ。あー踏まれたか。あ、やめてやめて。ああ、何これ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 何何何何何何何これ何これ何これ、何これ、ドルジドルジアイ、このイカン、イカン特有の、イカン特有のなんか
やり合い、いかん特有の恥ずかしくて、こんなん恥ずかしくて、こんなん動画にできるわ、こんなん。あー、1位だから、俺1位だから狙われる、1位だから、1位だから狙われてる。え、デポンゲシュート完全に組まれてる、これ1位上の。ちょっとハイザック、ハイザック微妙いな、なんかなんか微妙な、この6連装のやつなんかあんま強くないな、これ、こうあんまおすすめできんな、この6連装なんとかってやつ弱いわこれ、正直。目くらましにはいいかもしれないけど、目くらましには良いかもしれませんが、火力としてはちょっと火力不足ですね。ちょっとパワー不足、パワーが、そこもパワーも、ちょっと調子に乗っちゃったかなって感じですね。そこがちょっと否めませんね。いや、俺がここは決めるしかない。決めるわ、超。あ、やばい。え？うわぁ！なんじゃ君！くそぉ！え、こいつ！カード！マジ？汚い手しか使えない、お前は！もうパワー負けしている！マジで汚ねえ、あいつ。きっしょ、きっしょ、ちょっと名前見とけばよかった、マジで。きっしょ、ちょっと南はもう完全にブロックされていますね。これはちょっと厳しいな、各通すんだったらこれは中央から行った方が良いな。これは南はちょっとガードが硬すぎる。なすすべなし、あっ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 、てめえクソが、これもう戦略兵器決める以外に勝ち筋がありませんね、これは。ハイザックで持ってくか。ハイザックならまだワンチャン、ワンチャンいける気がし、いける気がしないでもないな。これじゃレーダー1個もなくない、これ。レーダー、あ、1個出たけど A がなくなってる。ちょっと A から上通って中通ってこう出ていくわ。もうそれしか勝ち筋がないわ、これ。俺に任してくれ。よし、頼む、援護してください。いや、これちょっとけど上めっちゃ押されてるな。ちょっと隙間がないわ。まあ、順位とかもあれどうでもいいんで、勝たなきゃ。ここちょっと外出ることになるけど、いける。ちょっとお手伝い頼まれ。
はい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 、そうですか。はもうはもうもうマジもうもうええわ。もうこうなったらもうキル取りまくったるやもう。ふざけやがって、イガサイサリスじゃん。へっ、ちょっとお手伝い頼まれてくれない。へっ、出るモグラは撃たれるんですよ。ザコダウン、ザコダウン、短縮。あっ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 、ちょっとお手伝い頼む。時間の無駄のようだな。出撃する機体を選んでください。あ、もうゼータ、ゼータでマジ分からんすわ。1分あるな。1分、ダブルのゼットを持ちし機体、その名は、急ぐよ。あと1分。ミサイル？これ以上好きにさせない。ちね。無視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 、そんな。はい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 、無視無視。ダブルゼーターについて来られるか？ダブル。だろうな、拠点への意識ですね、これは完全に。ちょっと連邦軍拠点まで届いている人数がちょっと少なすぎますね。ゲロビ一本入れた僕が一番叩いてるっていう現状、それが敗因ですね。あれ以上殴ったやつがいないってのが敗因です。はあ、個人の評価を報告します。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。はい、てなわけで、今回は、まあ、結果、大規模の戦いは負けはしましたが、
あなたの戦いは相手にとって脅威に移ったでしょうね。はい、今回はですね、とりあえずこの、ハイザック、うまく、活用できたんではないでしょうか。少しモジュールをちょっとつけすぎてしまったせいで途中、30秒ほど CT になってしまいましたが、まあモジュールなくてもね、補助弾薬なくたって全然使えますんで、まあクイックチャージはあった方がいいと思われ、クイックチャージはあった方がいいと思われ、なんでまあ補助弾薬はちょっと消してもいいと思います。そんなね、長生きするために使うんではないので、弾薬なくなったらもう死に戻りぐらいの気持ちで大丈夫ですんで、コストが低いと。はいはい、では今回はハイザックで初心者でも簡単、ハイザックでチャージ、ご視聴ありがとうございました。